どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨てた役、リュウです。さあ、本日なんですが、9月の28日、スキル変更のお知らせがやってまいりました。スキル変更、まあ、リミットレギュレーションと一緒にね、来まして、まあ、リミットレギュレーションの方は、またちょっと別の動画で解説というか、まあ、まあ、発狂というか、まあ、ちょっと叫んでるというか、まあ、あるんで、まあ、そっち見ていただければなと思うんですが、今回の、スキル変更の方針の方をちょっと取り上げていこうかなと。まず、スキル変更は10月の14日から10月の16日頃の、アプリバージョン、5.1.0 にて、変更されますと。で、スキル説明文の変更日が10月の22日ですよっていう感じになるんですが、すっごい多いんですよ。見てください。こんだけの量のスキルがね、修正されます。ちょっと見ていきましょうか。これね、今回ね、割とね、そうなんだろうな、コナミさんの本気を感じましたね。すげえいろいろ死んだデッキ。まずリスタート、すべてを終わらせることができる手札を揃えられるため加護修正します。これは正直、これで笑うと思ったら大間違いですよ。こんな文章で笑うと思ったら大間違いです。もうね、飽きました。すべてを終わらせるとか、そういう言語はもう語彙がない。これは狙いすぎですね。で、リスタートどうやって変わるかっていうと、こっちあるんですけど、初期手札の配布後に一度だけ使用できる初期手札を引き直す、このスキルを使用した場合、自分は次の通常ドローンができない。これはまあ同じですね、今までとね。で、このスキルは魔法トラップカードがそれぞれ7枚以上入っていないと適用されないんですよ。わかりますか？これ7枚だったらいけんじゃんと思うじゃないですか。これ魔法トラップカードがそれぞれ7枚以上なんで、これ全部で14枚入れないといけないんですよ、魔法トラップを。きつすぎん？14枚だよ。デッキ20枚だとしたら、もう6枚しかもう入んないからね。これは辛いよね、さすがに。デッキ枚数多くせざるを得ないみたいなのもあって、これちょっときついような。カラクリとかで使われてたんですけど、このリスタートっていうスキル。いなし引くから。これね、さすがにね、魔法トラップ14はね、多すぎるね。ということで、まあ、逃げなかねえのかな、ちょっとわかんないんだけども、まあ、ちょっと辛いよ、さすがに辛い。まあ、6枚は辛いから、モンスター。まあ、ちょっとデッキを多くするなりなんなりして対策をする必要があるということですね。まあ、リスタカラクリなんか、まだそれでも生き残るみたいな展開あるかもしれないけどね。そして、お次はこれ、すり替えですね、すり替え。すべてを終わらせることができる手札を揃えられるため、下方修正しますと。だから同じなんだよな、文章がこれ。同じなんですよ。で、すり替えはどうなるかっていうと、自分のライフポイントが1500減った後に使用できますよ。自分は手札を1枚デッキに戻して1枚ドローしますよ、と。1500減った後にのところですね。これが1000だったのが1502になりましたね。まあそこまで、そのなんか大きく変わんないかなと思うじゃないですか。これやっぱりね、コズミックサイクロンとか1枚で発動できたりとか、あと、バレットネオスのバレットを2回使って発動できたりとかしてたんですけど、これが1500なので、まあそういけシャーシャーと使うことはできなくなるんですよ。うん。なので、まあこれはね、まあ大幅に弱体化ですね。はい。これは基本的にそのすり替え、バレットネオスの、せいですね。ネオス殺しすぎなんだよな。カードのリミットでもそうなんだけど。んで、次、バンデット。ライフポイントの条件を簡単にクリアできるカードが増えたため、下方修正しますと。ですね、スターブラストですね。スターブラストですね、これ。ライフポイントの条件を簡単にクリアできる。スターブラストですよ、これ。スターブラストバンデットっていう最強のね、デッキを私も、ご紹介させていただきましたが、そういうのができなくするよっていうことですね。で、どういう風になるかっていうと、自分のライフポイントが1500以下の場合に、自分の手札を1枚デッキに戻してから、相手の魔法トラップゾーンのセットカードを奪うと。なので、一応ライフコストは同じなんだけれども、手札を1枚デッキに戻すんで、1枚一応、増えました、コストが。はい、今まではもうノーコストでパクってたんで、ノーコストでパクるってやべえよな。これできなくなりましたね。はい、これ今弱くなりましたと。で、次、闇のゲームつらいな。このスキルだけで勝利できたため、確かにこのスキルだけでは勝利できないように下方修正します。確かし、これは確かにもうこのスキルだけで勝っているあの実況者がね、外役実況者がまあ本当何名か見受けられましたので、これはまあ妥当な判断ではないかと思うんですが、どういう風になるかっていうと、お互いのプレイヤーはターン終了時にそれぞれ自分の墓地のカードの枚数かける100ライフポイントを失うと。しかも最大400までっていうね。今までは本当1500とか、なんかライトロールとか相手だと思う1000とか1500とか入ってたじゃないですか。あれが最大400までになりまして、で、さらにこのスキルはライフポイントが1000以下のプレイヤーのターンには適用されないっていうことで、
まあ、まあ、要はこれのこのスキルで死ぬことはねえってことですね。基本的には。なんかその攻撃とか、まあ、バーンとかで、まあ、死ぬようになると。スキルで死ぬっていうことはないということですね。スキルで死ぬってやっぱカードゲームじゃないからさ。はい。ということで、まあ、これはまあ、こう、妥当な修正なんじゃないかなと思います。そしてね、お次、これ二つとも、ちょっと問題のスキルだったんですけども、パズルの封印。早いターンで、相手の戦意を封じることができるため、下方修正しますと。これはね、スターブラストっていうね、スターブラスター竜っていうね、あの、クソみたいな実況者がいましてね、彼が、ひねり出した、あの、スタブラブラマジっていうのが意味わからんデッキがあるんですけども、それとか、まあ、もちろん、まあ、スターブラスト誰もが思いつくか、あんのは、これ、パズルの封印、5ターン目以降で自分のライフポイントが1000以下の場合に使用できる、次の相手ターン終了時までお互いに効果モンスターを召喚特殊化することができず、モンスターの効果発動できないよっていう、5ターン目以降っていうのはなかったんですよ、今までは。今までは、その初手、パズルの封印っていう、マジやべえことが起きてたんで。ま、これができなくなりましたと。ま、これ妥当ですね。これなんかほんと大熱波みたいな感じで、なんかほんと、マジでやばかったんですよ。その、スタブラブラマジって、その初手、スタブラストでブラマジの、レベル下げて、で、パズルの封印して相手にモンスター出させずに自分は陣ナビするっていう、ほんとヤクザみたいな、ヤクザ中のヤクザの動きしてたんで、ま、これはまあ、しょうがないかな。もうこれ。あ、なんか、もう知ってたみたいな感じ。次は、池お邪魔どもなんですが、早いターンで攻略不能な状況を作り出せるため、あ、方修正しますと。いうことで、確かに攻略不能はな、これまあどういうスキルかっていうと、池お邪魔どもね、相手の場になんかその、お邪魔トークンめっちゃ出すみたいな、ライフ500以下だったっていうスキルで、で、お邪魔トークンめっちゃ邪魔で、クソうさかったんですけども、この池お邪魔どもどういう風に修正されるかっていうと、5ターン目以降で自分のライフポイントが、500以下の場合、まあ、5ターン目以降がつくってことね。で、相手フィールド上にお邪魔トークンを可能な限り守備表示で特殊化すると。これね、やっぱね、5ターン目は弱いよね。どうしても、こういうクソゲーデッキって、初手でやることに、なんか本当意味があるんですよ。初手で相手に嫌がらせして何もさせずに勝つっていうのに、まあ一応意味があるんで、まあね、5ターン目以降はね、誰も捕まん。これはね、ほんと誰も捕まん。なんかこんなにさ、もうスキル修正ばっかするんだったら、もうスキルいらないんじゃねみたいな話にもなってくるんだけどね、実際。これはあまりにもスターブラスターが悪さをしすぎたな、完全に。これね、ちょっとやってしまいましたね。ほんと、コナミを訴えてるとか言う場合じゃなかったわ。申し訳ねえ。逆になんでこんなカード実装したしみたいなとこあるけど。で、次、悪夢の章。スキルの実装当時に比べ、墓地に、魔法カードを揃えやすいカードが増えたため、下方修正しますと。まあ、これやっぱりビッチクラフト。悪夢の章ビッチクラフトが悪さしたんで、ちょっとやばいですよってことで修正しますと。で、こっちが自分の墓地に魔法カードが3種類以上ある場合に、自分の墓地にある魔法カードをランダムで1枚手札に戻して、手札を1枚デッキに戻すと。まあ、要は、アドバンテージを稼ぐことはしなくなりましたってことですね。まあ、一応1枚デッキ戻すんでね。まあそこまで強いスキルじゃなくなったんで、まあこれにしなくてもいいかなみたいな人は増えるかもしれません。次、こっからは強化、モス進化促進え、強化する必要あんのこれ。キャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化しますと、いうことで何が起きるんだこれは。自分のフィールド上の進化の舞を装備したプチモスのターンカウントが2倍で進む。これ同じだね。で、また自分フィールド上に進化の舞を装備したプチモスが存在する場合、自分のターン開始時に以下の順番でデッキ外からカードをお手札に加える。ラボモス、グレートモス、完全強化グレートモス、いやいらねえいらねえ。誰が使うんだ、誰が使うんだろう。ちょ、使うか。じゃあグレートモスを救いたいっつってデッキ作らざるを得ないな、これ。だとしたらお楽しみに動画。まあ、そしてお次は閉ざされた冥界への扉。キャラクターの固有スキルを使いやすくするために、強化します。これ崩壊のスキルじゃないのね。これは、自分のフィールドに崩壊モンスターが存在する場合に、戦闘で破壊された相手モンスターは墓地を取られずに持ち主のデッキに戻ると。で、このスキルはターン中に1度かつデュエル中に2度しか、使用できないよと。ですね、これわかんねえな、どうなったんだ。戦闘で破壊された相手モンスターは墓地を取られず持ち主のデッキに戻る。あ、まあこれはまあ割と強いですけどね。このスキルは単純に1度かつデュエル中2度。これわかんねえや、なんかどう強くなったのか知らねえ、使ったことねえから。
で適当すぎん。で、レッドアイズフュージョン、キャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化しますと。これは、何が起きるんですかというと、自分のライフポイントが2400以下の場合に、自分の手札のレッドアイズカード1枚または墓地のレッドアイズブラックドラゴンを、デッキに戻してデッキからレッドアイズフュージョンを手札に加えると。墓地のレッドアイズを戻せなかったんだっけな確か、みたいな感じだと思うんで、これ結構面白いですね。まああんま使わないような気はするけども、まあ一応一発食らったら、レッドアイズフュージョン、まあでも多分これレッドアイズフュージョンっていうかレッドアイズブラックドラゴンがあるってことは墓地に、まあレッドアイズフュージョン一回撃ったってことだから、まあそこ返されてたらなんかあんまりもうきついからみたいなとこあるけどね。まあいいや、はい、スキルは以上ですね。まあざーっと見るとやっぱり、リスタートからくりきつくなるし、すり替えでバレットネオサ死んでるし、まあ、そもそもリミットでも死んでるし、バンデットパズルの封印ケイゴジャマドモでスターブラスター龍が死亡したし、闇のゲーム外役で、外役実況者 R 氏も死亡したし、これ俺メタられてない、これ俺、あれこれ気づいたの、これ俺メタられてんだ、これやばい、これコナミからメタられてる気がする、まずい、ちょっと、おとなしく、しようと思います。まあしないけどね。ということで、今回は動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。ぜひね、あのカード編も見てない方はそっちも見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。